ポストベー時代、ハロウィン詐欺は、なんちゃってユダヤがなんちゃって日本人に仕掛けさせたカトリック詐欺である、宗教詐欺の派生である。投稿者ポストベー時代2014年11月05日アシュラ掲示板、ハロウィン詐欺は、なんちゃってユダヤがなんちゃって日本人に仕掛けさせたカトリック詐欺である、宗教詐欺の派生である。先日、アノニマス詐欺のボスがマケインとバレたが、ハロウィン詐欺もカトリックなバックのようで、日本の祭りのように、どこの誰が生ハゲをやっているかわかっている祭りと違い、どこの誰が仮装しているのかわからない祭りは大抵連中の悪巧みで、ハロウィン詐欺がいきなり盛り上がったのも、天笠でも詐欺でボリューム感を出してごまかした香港でも詐欺と同じで、本当は宇宙人詐欺をやりたかったが、世界が全く乗ってこなかったのでその代替として世界の終わりやパラダイムシフトを印象つけるようなことをやり始めたわけだが、多分幕末の A じゃないかを仕掛けたのも連中である。しかし、渋谷の汚れ具合を見ればなんちゃって日本人の動員だったことはバレバレで、それにお金のかけ方がしょぼく、多重債務者が最後の勝負に出たのが見え見えで、いいから紙くずの返品受け付けろや、ちゃんと返金しろやーというのが世界の反応で、どれ詐欺陣営が戦争詐欺をやろうが、ファンタジック詐欺をやろうが、いいから金返せや、11、でかすのやめろやーと思われて、預金者も融資先も博打の鴨も、どんどん米英仏位から離れ始めて原産に走っているのである。それも当然で、紙くずを買わされて返品しようとすると地震や津波を起こし、原発を爆破し、返済をちょっと待ってくださいと言うと女房、子供をフィリピンに売り飛ばすぞあれやとか、この場で腎臓を買ってやるから切り出せやーとか無茶なことを言うもんだから、熊野プーさんの安心定期預金や、原産のおまとめローンや、原油高く買いますガスを安く売りますのツートップの、国家再生商品のこれからだ、には勝てるわけがないのである。ポスト米英時代、米国が2位に転落し、セブンが見切り販売で敗訴、コンビニはマック同様米国流、押し売りと食べ物廃棄が断罪されたのである。投稿者ポスト米英時代2014年11月05日アシュラ掲示板、米国が2位に転落し、セブンが見切り販売で敗訴、コンビニはマック同様米国流、押し売りと食べ物廃棄が断罪されたのである。これまで騙すゴミがコンビニ批判を封じてきたが、とうとう司法への圧力も緩んできたということで、スーパー以上に商店街を破壊してきたセブンが断罪されたのである。連中の狙いは、消費者にコンビニエントなサービスを提供するのが目的ではなく、日本の地域社会を破壊するのが真の目的で、シャッター商店街を活性化させようなどとは本気で思っておらず、コンビニとスーパー以外にない国にして、そうしてから不健康なものを食べざるを得ない状況に追い込む予定でセブンを圧勝させてきたが、NWO が完成直前で大崩壊を始めたように、コンビニ詐欺も完成目前で、肝である過剰仕入れと大量廃棄が断罪されたということで、オーナーも被害者だが、廃棄分を上乗せされて買わされてきた消費者も被害者だったのである。これからコンビニは、半額セールや畑売りが始まり、夜になるとバイトの学生が持ってけ泥棒あるよーとやるわけで、24時間営業ではあるが、終電間際にそれを求めてお客が殺到する光景が全国で見られ、バタバタ潰れてオーナーも元の酒屋や昔の雑貨屋に戻るわけにもいかず、商店街直営のコンビニスーパーに変身し、昔ながらの商店街がハイテク化してリニューアルし、超スーパー商店街となり、スーパーもアコギな商法ができなくなりめでたしめでたしとなるわけである。ポスト米英時代、仕入れ原価がバレればコンビニはおしまいである。製造、流通、小売りが中抜きで取引すれば、消費者にもプラスである。投稿者ポスト米英時代2014年11月06日アシュラ掲示板、仕入れ原価がバレればコンビニはおしまいである。製造、流通、小売りが中抜きで取引すれば、消費者にもプラスである。コンビニ商法は、ただの大規模小売店舗法違反だが、なんちゃってユダヤが日本文化を破壊する一環で進めてきただけで、米国のドル詐欺が日もさっちも行かなくなったのと同じで、ネット時代に分断支配が通用しなくなり、昔の問屋不要論みたいに、コンビニ本部いらないじゃん、通貨、ない方がいいじゃんという空気が蔓延して、セブンイレブンやな気分、という感じになってしまったということである。ドル詐欺もそうだが、ドルを経由する意味がなく、むしろ押し売りされたり闇金みたいな貸し付け方をされたり、お邪魔虫抜きで取引した方が断然よく、暴力を振るわれるから仕方なく、無意味にドル席証を通っていただけだが、中路がそれっておかしくねと立ち上がり、今戦っている最中だが、同様に、商社みたいならまだいいが、購買の下請けいじめみたいなことを、製造と販売に対して行っているわけだから、米国の力が弱まればコンビニ本部もいらなくねとなるのは当然である。原発事故詐欺の時も、電力不足詐欺の時に、それならコンビニの深夜営業をやめたらよくねという議論もあったが、そういう話にはならず矛盾しており、原発が発電目的ではないのがバレたからいいし、原油枯渇詐欺の時代から嫌がらせ詐欺の時代に入り、連中の方向性もめちゃくちゃだな、要はいくらでもありただみたいなものを、さも希少性があるように掘り押しにしてふっかけたり、戦争詐欺を起こして釣り上げたり、故意に下げて利ざやを稼いだりと、くだらないことがもう通用しなくなったのであり、コンビニ本部も同じである。便利さの集積に一定の評価はできるが、犠牲が大きすぎ、地域社会を破壊してまでやるほどの意味はなく、結局は全体が良くという理念がないなんちゃってユダヤの商法そのもので、ネット時代に多角的に分析されて、ネタバレしてアウトとなったということである。これから生き延びた商店街が、コンビニのノウハウを活かしつつ、本部的な部分を良心的にやっていけば、いらない存在なのである。ポスト米英時代、なんちゃってユダヤも例外ではなく、価格、税込み価格に加え、原価表示が必須の時代で、ドルの原価も追求される時代である。投稿者ポスト米英時代2014年11月06日アシュラ掲示板、なんちゃってユダヤも例外ではなく、
価格、税込み価格に加え、原価表示が必須の時代で、ドルの原価も追求される時代である。マラバン氏に、ガリバンすりしまくって、はい100ドルねえ、何、1円ぐらいじゃねえかだと、もう一回言ってみろ、100ドルの価値がありますと言わなかったら核ぶち込むぞあら、というのがドルの正体で、これまでは暴力バリュー価格が通用したが、マラバン氏の産地や、インクの納品元が簡単に割り出される時代になると、金箔の酒ではないが、ダイヤモンドをブレンドしたインクだから、すげえ高えんだよとかすもんでも、お言葉ですが、ダイヤもそこらの砂利と大して変わらないと思いますが後突っ込まれ、だからなんだ、あれだあれ、極上の砂利みてえなもんだって言いたいわけよ。文句あっかわれあとか言い訳しても、ただ見たいという方だの紙くずだとバレてしまう時代で、それが中間搾取さんあたりからケチがついて、今まで搾取はしょうがないよねえと公然と認められてきた中抜きだな。あんまり強引に引き上げるものだから明朗会計どころか総コスト表示まで義務付けられる時代になり、どこそこの山田さんが作った美味しいトマトで数じゃ通用しなくなり、山田さんの履歴書も添付し、家族構成や今抱えている問題や、子供の学費まで表示しなければならない時代で、子供を私立から公立に転校させればもう少し安くできんじゃねえのとか、重箱の隅どころかプライバシーを丸裸にしないと物を買ってもらえない時代で、なんちゃって言うだがな適当に中抜きできる時代ではなく、年中も政治家みたいにパフォが必要で、軽に乗って回すとか、四畳半に住んで回すとか、ユニクロでエースと演技をしないと、あの野郎ピンハネしやがってと思われてしまうから、毎日パフォやっているうちに軽自動車の小回りの良さや四畳半の気楽さに慣れて、ユニクロにケチャップをこぼしても、ま、いいかで済むところが気に入って悟り生活が板についてしまい、バカでかい車や御殿や、仕立てのスーツが鬱陶しくなってしまうわけだな。そんな感じでこれからは、缶コーヒーやおにぎり一つ売るにも買うにも、電話帳のようなプロフィールつけて売らなければならず、買う方も徹夜でなぜ132円なのかを積算してから納得して飲んだり食べたりするのがスタンダードとなり、それが嫌ならただでお裾分けしろということになり、難しい商品とお手軽の無料配布が並存していく時代で、新車を中古車屋で安く売るという商法はその走りである。そんなわけで、なんとなく高いんだよとかイメージでふっかけることができない時代で、家も車も結婚式代も子育て費用も、どんどん無料化していき、お金って何よ、だから金貨だから高いって、それタングステンじゃんとか、年中のピンハネさんがスカートめくりみたいにペロンとネタバレされて立ち往生してしまうわけだな。元帝王としては、40年ぶりぐらいにスカートめくりをそういうお店ではなく普通のところで久しぶりにやってみたいものである。ポスト米英時代、米国が2位に転落し、特別会計の立て付けが悪くなったようである。ここがカツアゲ講座で、廃止すれば日本は経済世界一なのである。投稿者ポスト米英時代2014年11月07日アシュラ掲示板、米国が2位に転落し、特別会計の立て付けが悪くなったようである。ここがカツアゲ講座で、廃止すれば日本は経済世界一なのである。日本国の会計は、江戸時代のような単式簿記で、その理由は、複式簿記ではなんちゃって言うだがな、カツアゲしにくいから、お小遣い帳のようなどんぶりにしてあるわけである。それがネット時代でなければ、帳とか帳とかいう数字になると、大根何本かビール何杯かよく分感ないから、お上にお任せでよくね、で済んでいたな。スパコンの時代は国家予算も、コンビニのポスシステムみたいにネットでリアルタイムで国民に知らせることが簡単だから、それじゃまずいべさーということで、高度に政治的な理由でお小遣い帳みたいな処理をしているということになっているな。今時の氷河期や悟りは、コンビニや牛丼やマックなどでポスに当たり前に触れているから、我々の世代のように大きな金額だとソロ版や電卓の桁数が足りなくてよくわかんないようなどとは思わず、複式簿記にしろやーとか、単式でもいいからどんぶりやめろやー、通貨カツアゲやめろと、石井議員みたいに思うわけで、彼がなんちゃって日本人に刺されてしばらくは、怖い、見ざる聞かざる言わざるで行こうぜという雰囲気だったな。今やバカとガキ以外は働けど働けど我が時給上がらず、じっと特別会計を見るという卓木みたいな国民が多数派になってしまい、技術的に簡単なんだから公開しろやー、大人の事情とかやめろやーと、飯まだあちんちんちんと、お茶碗と箸でドラマをやるみたいに国民が怒っており、それも当然で、お風呂の蓋がマンホールみたいにでっかくて、それがいつも5センチずれているような状態にあるのが日本の国家予算の実態だから、いくらお湯を足しても追いつくはずがなく、浴槽の下でお湯泥棒をしているのがなんちゃって湯だらだと、日本中が分かってきてしまったから、お湯返せや、カップヌードルが食えねえんだよと発狂寸前で、氷河期平八郎の乱や悟り一揆が勃発する寸前で、今回のパトロンは中ロインだから最強で、一発かましたれあるよと激が飛び、なんちゃって幕府が攻め立てられ、焼きハマグリの変や、安倍貞の恩愛の変やら気な臭い事件が勃発し、中ロ維新前夜という感じである。